どうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。え今日もお酒飲んでみたシリーズ、不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのは、合同酒精から出ております、タンタカタンハイボールでございます。えこちらのがアルコール5%となっております。えー、合同酒精から出ておりますタンタカタンのハイボール。これがですね、あの、セブンイレブン限定で、えー、販売されております。はい。 タンタカタンは、えー、確かおつ類ですね、シソ焼酎を使っているものです。えー、こちらのものは、えー、コウ類、オツ類、えー、コンワという、えー、混ざってるやつですね、えー、もので、えー、コウ類が68%、オツ類32%という,そういう混ざってるタイプのものでございます。えー、いただいてみたんですけども、あのー、タンタカタンのシソ焼酎のシソ感、えー、っていうんですか、あのそれがきながらも、 えーまあ、焼酎全体的なもののハイボール <laughs> か難しい表現でみたいな感じもしますけども、まあ、いわば、まあ、やっぱタンタカタンを普通にあの炭酸割りましたみたいな感じだと思っていただいていければ間違いないと思います、はいまあ、これはこれで美味しいんじゃないですかね、はい、シソ焼酎は私はあの一応苦手ではないのでこれはいけると思います、まあ、芋とか麦とか言われるとちょっとあれですけども、はい、これはセブンイレブンで見つけたら買いだと思います いつもご視聴いただき誠にありがとうございます内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになりますチャンネルご登録いただき次回の動画をお待ちください